おはようございます。今日はリスクについてお話ししようかと思います。たった今ね、リスクについてどう思いますかって質問が来ましたんで、何点かお答えしていこうかと思います。まずはね、一番気になるのはリスクはステーキング報酬が毎週入ってると思うんですけども、スマートコントラクト技術ですね、こちらを活用したリスクなんですよね。何話そうかな。まずはね、どのぐらいの価格になるかってことが一番気になるでしょう。これはね、1リスク2000円から3000円ぐらいがターゲットなんですよ。ですので今900円弱でしょ。で今から参入しても2倍から3倍は十分見込めるんですよね。逆に言うと2倍とか3倍に興味がない方はリスクはもうスルーした方がいいと思います。で今ね、例えば10万円ぐらい仕込んでおいて、じゃあそれが20万30万になるって感覚ですから、人生を変えるようなインパクトはないんですよね。でこれがね、リスクがね1万円とか2万円になるかっていうと、ちょっとそこまではね、短期的には5年以内とかには考えられないんで、10年とか20年になってくるとリスクのポテンシャル上がってくるかもしれませんけども、まあ未完成な暗号通貨なんでね。ただリスクが伸びる前に他の暗号通貨が本腰入れてきて、リスクが淘汰されちゃうんじゃないかなと思いますんで、長期的にはリスクが伸びるにしても、多分その他の暗号通貨のその相対速度もありますから、長期で考えるには当たらないかなとリスクは思ってますね。せいぜいあと5年ぐらいで決着がつくと思うんでね、その間に2倍とか3倍を狙いたい方は行ってもいいんじゃないかなと思います。逆にリスクがここから値段をね、今890円とか900円ぐらいだと思いますけども、これが600円500円になるかっていったら、それは考えにくいです。ですので値下がりのリスクが少なくて、値上がりのチャンスが大きい、これがリスクだっていうふうに捉えていただければいいんじゃないですかね。まあ、その他ね、まだね、アップデートとかがずっと行われてるんですよ。だからこの辺ですよね、リスクに、要するに暗号通貨がね、なんでね、あのロードマップの通りに行くかとか、ロードマップが途中で破綻して、価格を下げるかっていうと、例えばリスクならリスクで技術者が必要なんですよ。技術者を雇うためのお金がなければ、プロジェクトは途中で頓挫して終わりなんですよ。だから資金を集めながら、それを開発にどんどん突っ込んでいかなくちゃいけないんですよね。当然ですけども、プログラマーさんとかあのマイナーさんとかの意欲が湧かないといけないんで、社会的意義っていうのももちろん大事なんですよ。ですんでリスクっていうものが、例えばですけども評判が良かったりとか、リスクで関連している仕事をしていたりする人の功績が高くなるとね、もうものすごくモチベーション、働く人が上がるんですよね。でお金が集まってきて、さらに開発がしやすくなるんで、どんどんロードマップの通りに行くってことになります。ですんでリスクにしても他の暗号通貨にしても、その暗号通貨がどこに向かっていくかっていうことに魅力を感じる人が内部に入ってるっていうのが大事なんですよ。でリスクならリスクでいいんですけども、リスクを持ってる人はね、積極的にアウトプットしないといけない。リスクがどんなに素晴らしいものか、そうなると評判が良くなるんで、また売れるんですよ。これエイダでも言ってますけども、エイダのカルダナステーキングを私がね、なんでこんなにインパクト強く言ってくるか、昔から進めてるけど、最近はことにね、ステーキング報酬が5日ごとにこんなに入ってますっていう具体的な金額まで言ってるでしょ。これなんでかっていうと、あ、だったらエイダ買おうかなって方がどんどん出てきて、で、エイダの価格も上がる。そしてそういったエイダに関わってる技術者たち、プログラマーさんとかマイナーさんのなんかね、精神もちょっと高揚していくんですよ。やる気になってくるってやつですね。だからすごくいいじゃないですか。だからこれをリスクならリスクで、保有者が何も知らないとかね、リスクは買ってるだけでチャンスを待ってるだけみたいなのは、結構ね、こう、まあ、有害とまでいかないんですけども、役に立たないんですよ、実は。役に立たないって言ったら、なんかすごく見下げた言い方ですけども、そこまでじゃないんですけども、できればリスクを保有してるんだったら、体の保有してるんだったら、その暗号通貨がね、誰のどんな役に立つかってことを学習して、どんどんアウトプットすることによって、あ、その暗号通貨いいじゃん、だったら自分も買おうかなって人を増やしていく、この活動をした方がいいんですよ。ちょっと話ずれましたけども、そのリスクに関しましては、リスクっていうものがプラットフォームなんですよね。でプラス暗号通貨もリスクっていうんですよ。あれイーサリアムも同じですよね。大体イーサリアムっていうプラットフォームがあって、その上で機能するイーサっていう ETH っていう暗号通貨があるっていう立て付けですよね。まあイーサリアムって通常呼んじゃいますけども、で分かりやすいのがカルダノですけども、カルダノっていうのはプラットフォームがあって、その上にエイダっていう暗号通貨があるんですよ。だから呼び名が違うんですよね。まあ、私なんてカルダノエイダってよく言いますけども、昔はエイダコインって言ってたんで、それは違うよっていうふうに指摘を受けた覚えがあります。それでね、このリスクなんですけども、スマートコントラクトの採用っていうのが目的になっていますけども、まだ実装には至ってないんですよね。だからこれが実装されると2000円とか3000円が実現するってことなんですよ。でもう一つ、サイドチェーンの採用ですよね。こちらについてちょっと資料を読みながら話しますね。
サイドチェーンというのはブロックチェーンの一種で、メインチェーンに接続して機能を拡充させることができるということなんですよ。そもそもブロックチェーン、メインチェーンというのはいくつかの情報をまとめたブロックをチェーンのようにつなげた状態を示しているんですけども、一本道で枝分かれしてないんですよね。そこでサイドチェーンをつなげることによって、処理能力の向上や機能拡張を図るわけですよ。だからハードフォークで分離とか違って、紐付けられていてチェーンのようにね、本当だったらブロックチェーンは1本なんですよ、チェーン。それをサイドチェーンをつけることによってチェーンジャラジャラみたいな状態にするんですよね。そうやって、プロジェクトを成功に導いていくことになります。で、サイドチェーンなんかのトラブルがあってもメインチェーン側への影響を抑えられるというセキュリティの面もあるんで、サイドチェーンが傷つけられてもメインチェーンが健全に運営されている限りリスクっていう暗号通貨は失われることがないということなんですよね。難しいでしょ、ちょっとね、考え方がね。全部バーチャルでの出来事なんで、それを言語化して説明できる方と、それを受け取ってなるほどっていうふうに映像化できる方っていうふうに、やっぱ暗号通貨ってね、そういう意味でもね、ものすごくイメージ力がすごく大事なんですよ、できるかどうかっていうのは。素晴らしいプロジェクトなんだけども、そのプロジェクトをちゃんと伝えれますかってことと、伝わってきたものを受け取ることができて再映像化できるかってこと、そこからね、本当にこういろんなね、展開していかなくちゃいけないんですね、一つの情報ね。だから断片的な情報だけでは全く理解できないんで、深く知ることが大事になってくるんですよ。これはリスクに限らず何でもそうですけどね。ということでね、ちょっとまとめましょうか。リスクは今スマートコントラクトとサイドチェーン技術の構築中で、それが完成すると価格は2000円から3000円になっていくかなと思います。それがですね、大体5年以内にうまくいくかどうかってことなんですよ。それ以上時間かかっちゃうと、今度はね、他のプロジェクトの方が先に成功しちゃうんで、そっちに技術者とお金が流れてしまうんで、こう価格のバランスが壊れてリスクは放棄されるということになりますね。あとどう考えるかはもう本当お一人お一人次第です。私はね、今この1000円弱のリスク買っておいてもいいかなと思うんですけども、ただ思うだけで買わないですね。なぜなら他の暗号通貨の何種類かにお金をね、つぎ込んだ方がいい時期かなと思ってるんですよ。特に今年はもうちょっと若干出遅れてますけども、イーサリアムに全力投球する年だったかなと思います。その最後のチャンスが 1,2,3月に来てたんですよ。そこを逃した方はイーサリアム今買うともう45万とか50万近いでしょ、だからリスクの方が膨らんでいくかなと思います。はい、じゃあね、リスクのことについてお話ししましたけども、またね、知りたいよとかね、解釈求めますって声がありましたらやってみようかと思います。では失礼します。